皆さんこんにちはスイッチサインチャンネルです。はい今日はいつか見たエイトリップルワンの時ですね。開発の奥さんとブログ書いてくれた鈴木澄くんに来てもらっています。よろしくお願いします。はいそうちょっとこの面面だとエイトリップルワンの前回の記事が思い浮かぶんですけどエイトリップルワンが問題がいくつかあったということでどんなところが問題だったかっていうのをちょっと奥さんから説明をいただけるといいかなと思ってます。 はい。えー、っとですね、ブログに書いたので、まあ、詳細はそちらを参照してもらいたいんですが、二つ問題がありまして、一つは、こういう言い方をするとなんですが、元にしたスパークファンの回路が間違っていて、ラズベリーパイと繋ぐために電圧の変換をしてるんですけど、それがなぜか 5V に変換されているんですよね。で、もともとその A111 は 1.8V の電圧で信号が出るんですけど、 それを変換するときになぜか 5V に変換していると。 ちょっとでも電子工作やった方には電圧を合わせないとダメですよ。特に高い電圧の信号を低い電圧の機器に入れると、まあ、壊れますよみたいなのは、まあ、割と常識だと思うんですけどそれが起こっていると。ただですね、まあ、これをブログにちまちまと書きましたがそんなにいっぱい電流流れるところじゃないんですよね。電源ではないのでその電圧の変換用のチップもそんなに電流が流れないようなものを使っているので電流がド,ド,ドバドバ流れて で、そのラズベリーパイ側が壊れるってことは、まあないんじゃないかと思っています。程度問題なので、あの、いや、僕のは壊れましたけど、みたいな人が <laughs>、もしかするといるかもしれないですけど、おそらく壊れないんじゃないかなと。 かといってですね、使い続けるのは何なので、修正をしますというのが一つです。で、もう一つがですね、基盤上に儀的のマークと番号がついていると思います。まあ、当社の商品ページでも儀的マークがついているから安心ですみたいな書き方をしていたと思うんですが、a a a 1のメーカーさんからの指摘がありまして、この儀的番号は開発中に なんかもともとその無線通信の機能を搭載しようとしていて、えー、それのために取得した番号であると。なので、えっと、その 60GHz 帯の距離測定のために取得したものではないので、今、その 60GHz 帯を使った即興についてっていうのは、審議中なのかななんかその、これからルールを決めましょうっていう段階なんですよね。Google とかのスマホに乗ったりしてましたけど、確定してなくて、ルールを決めましょうっていう状況なので、儀的の番号としては不適 企画であったとじゃあ電波法的に違反なんですかっていうとそういうことはなくてですね微弱無線機器っていう特例っていうか項目があって、まあ、要はめっちゃ弱い電波だったら出してもまあよかろうというのが、えー、ルールとしてあります。 でその範囲内に収まるように使えば、えー、よろしかろうという話でしたので、えー、ここをこういう風に設定すればまあ大体その微弱無線の範囲を超えないようにできるはずですただなていうのかなケースの中で反射したりすると電波を強めあったり弱めあったりしちゃうことがあってそういうのが起こる可能性があるから本当に超えてないかどうかっていうのは最終的には実際に電波の強度を測定してみないとわからないんですけど設定的にはこれで微弱無線になる可能性が高いみたいなの。 教えてていいいただいただのでそれもブログに書いてありますこの2点ですね、1つはハードウェア的なエラーで、もう1つは運用上の問題と。そのハードウェア的なエラーの方は、修正版の基盤を作ったので、それに交換させてください。ブログの方にあのお問い合わせフォームのリンクが貼ってありますので、これから飛んでもらえれば、交換用の件名が入って、お問い合わせができるという状況になってますので、以前に買われた方は、そちらから交換の要請をいただければと思います。 迷惑をおかけして大変申し訳ありません。はい。今日はこんなところで終わりにしましょうか。はい。はい、それでは、えー、ありがとうございました。<music>